ガジェットウェアをご覧の皆さん、こんにちは。東洋経済 HR オンライン編集長の民生博之です。本日はリクルートキャリアが発表しました就職白書2014についてお話をします。この2014ですけれども、これはですね、2014年新卒の学生を対象に調査したものでありますので、現在はこの学生は社会人1年生になっているということになります。で、リクルートキャリアがですね、いろいろ企業や学生に対して質問しているんですけども、まず明らかになったことはですね、企業が学生に対して不満に思っていること、これのトップ3は何かと言いますと、業界研究が不十分なこと、それから、企業研究が不十分なこと、そして、職種研究が不十分なこと、この3つにですね、企業が非常に学生に対して不満を持っているということが分かりました。ですから、学生がですね、留学していないだとか、資格を持っていないとか、英語力に不安があるとか、こんなことをですね、学生はそれほど気にする必要はないということが分かります。それから、学生の就職活動の状況なんですけども、一人当たりどういう状況をしているのかというのも、リクルートキャリアまとめております。で、これですね、学生はですね、就活生は一人当たりプレエントリーを 60.2 社行います。そしてエントリー、エントリーシートを書いて提出する会社の数は、21.0 社、21社です。そして、面接を受ける会社が 11.3 社、そしてちょっとここには書いておりませんけども、内定の平均社数が 1.9 社ということになります。よくですね、テレビなどの報道で、100社以上にエントリーしたんだけども内定を1社も取れないというような学生が出てきて、大変だ大変だというようなニュースがありますけれども、100社以上にエントリーする学生というのは実は非常に少ないです。平均は 60.2 社ということになります。それから、あと、エントリーしたんだけれどもですね、エントリーシートを出したんだけども、エントリーシートの段階で跳ねられてしまってなかなか面接に進めないというようなことをよく聞きますけれども、このですね、エントリーと面接のこの数字を見ていただければ分かりますように、エントリーシートを出して面接まで行ける可能性っていうのは、合格率 54% ということになります。この数字だけ見ると 54%、ですから、大体エントリーシートを出して、2社に1社面接が受けられると、こういった状況にあります。それから、あと、リクルートキャリアがですね、企業選びで最も重視したことは何かということを学生に対して質問しています。それに対して1位が勤務地、2位が業種、3位が職種と、こういった結果になっています。ただですね、ちょっと私思うのは、勤務地ということにこだわっているというのはですね、これはあまり良くないなというふうに思います。と言いますのは、最近学生がですね、最近の学生といいますか、若い人は地元志向が強いと、実家から会社にも通いたいと、こういった人が多くてですね、それで地元に密着した企業に入るですとか、中小企業に入るということがあるんですけれども、これからはですね、地方に本社があったとしても、その地方で仕事があるかどうかは分かりません。これからの企業はですね、海外に行かないと生き残れないという状況です。なんと言いましても、日本はですね、少子高齢化が進んでいますので、企業は世界に打って出ないと生き残れないという状況です。ですから、中小企業といえどもですね、あるいは地方に本社がある企業といえども、海外に行く必要がある。そうした場合に、地元にいられて地元でずっと働けるなと思ったけれども、実は海外に転勤しなければならないということも出てきます。また自分の会社行き来がなくてもですね、主力の取引先が海外に行くということになればですね、自分の会社もその会社に、取引先について海外に行かなければならないというようなことも出てきます。ですから、地元志向ということをですね、あまり意識しすぎて就職をすると、後で、辛い目に遭うのではないかというふうに思います。それから、第4位なんですがね、企業選びで最も重視したことの第4位ですけども、一緒に働きたいと思える人がいるかどうか、これを重視したという答えになっています。これもですね、ちょっと危険な考え方だと思います。そもそもですね、一緒に働きたいと思える人、例えば人事採用担当者がですね、素晴らしい人だったとか、就職活動にあった、
活動中にあった、まあ、OB がですね、非常にいい人だったということで、その人と働きたいからその企業に入りたいということを言う学生が多いです。確かに、私もいろいろ学生に会う機会ありますけども、こういうことを言う学生多いです。ただもしその働きたいと思える人がですね、辞めてしまったらどうなるんでしょうか。それから実際に一緒に働いてみたらそれほどいい人でもなかったらどうなるんでしょうか。会社というのはですね、特に会社の説明会の時に人当たりのいい人を配置してます。人当たりのいい、ルックスもそこそこいいような、そういった人を配置して学生の対応に当たっています。ですから基本的にですね、まあ、なんかいい感じの人が、学生と接するわけでありまして、言ってみればこれは企業の、PR 活動の一環です。企業の、まあ、宣伝活動と言ってもいいかと思います。まあ、そういったものに乗っかってしまってですね、安易に あの人いいから一緒に働こうと、こういったことを考えてしまうと、進路を誤ると思います。私は企業選びの本王道はですね、やはり業界研究、企業研究だと思います。先ほど冒頭にも申し上げましたように、企業は学生の業界研究、企業研究が不満だと、不十分であることに不満だというふうに言っております。ですから、一緒に働きたい人がいるかどうかとか、そういったことではなくて、もっと本質的にですね、その企業はどういう企業なのか、そういったことをじっくり調べてから、エントリーする、そして入社すると、まあ、こういった、プロセスを踏んでいただきたいというふうに思います。本日は以上です。また次回お目にかかりましょう。